おはようございます。速稼塾の久保です。今日は4月26日ですね。朝6時の相場解説になります。早速画面を切り替えてウィークリーの方から見ていきます。それでは週足なんですけども、週足はですね、前お話したようにもう何です、上昇の臨界点に達したと思うんですよ。高値圏からダブルトップを書くような形で、でかいですけどもね、このダブルトップは、まあ下落に転じていってるところで、綺麗に下落の様子を呈しています。今形成中の陽線がちょっとちらっと見えますね。まあどっちにしても一直線に上がったものがまたね、鋭い角度で下に下がっているっていうところが見えるというところが前提になります。はい、では次はデイリーなんですけども、はい、下落が始まっています。その前に私お話したのは、ずっと上昇していたのが、これも高値圏に入ってここで、ね、ヘッド&ショルダーみたいなのを出しつつ、ヘッド&ショルダーにならずにそのままネックラインを割って下落というところで、何箇所かセルで取れたんじゃないかなと思います。そしてですね、完成した1本前の陰線ですけども、下髭を大きく出してますよね。これがですからね、今回の陽線を作りかけている浮力に当たってるんじゃないかな。浮力っていうのは浮かぶ力ですよ。ですので一旦、下落が止まって、もう一回戻り下りをね、するんではないかなと思います。戻り売りですね。いや、フォーメーションをね、1時間で書いていきたいんですけども、まず4時間見てみましょう。4時間は綺麗な一直線で下落ですよね。まあ、ここにトレンドラインを引くとしたらこんな感じじゃないですかね。もしくは直近でしたらこういう形、まあ、ですので、この方向に沿ったセルを演じていけばいいってことになります。1時間を見ていきます。今週の予測にもなりますけども、大きな陰線と陽線でびっくりしたと思いますけども、こういうのも込みでね、大きく売られると大きく買われるという、その反動でまたね、上髭を出しながら下落していったでしょ。じゃあそこでですね、トレンドラインをさらに書いていきますけども、こういった形で一本書けるかなと思います。もうちょっとシビアに見ようとするんでしたら、下の線を私はここまで掘り込んでいきますね。で、上の線は相変わらずです。ですので、この2本のトレンドラインに沿って、チャートは上下するっていうふうに評価していきます。私の場合はね。フラッグにはなってないんですけども、飛び出したところとかね、こうやって背の低いところがありますから。まあでも、大筋では、セルの方で見ていけば負けはないかなと思いますので、本日、そして今週もずっとね、セル作戦でいこうと思います。そんなところかな、今日はな。はい、シンプルだったでしょ。フォーメーションこんな感じで出てますよね。それ以外はちょっと引けないと思うんですよ。で、このフォーメーションが崩れ始めたら、またね、観察しながら見るのを相場ってことになると思いますけども、しばらくはセルで引き続き取れていけるんじゃないですかね。それでは本日は以上です。